はい、ドラバニア雲海のサブクエストで、指定の NPC やポイントが見つけやすくなるような調整をする予定はありますか。まあそうでしょうね。あれ例のあれです。あのすいません、ああいうクエストも作らないようにします。します、はい、します。ね、白いふわふわしたやつがね、今世界中でヘイトを集めておりですねそうでしょうね。あの気持ちはよくわかります。自分たちの庭で、うん、ね、迷子になり千年ぶりに来た人間に探してもらうって独特ですね。はい、ああいうクエストは作らないようにはい、いたします。ごめんなさい、あのエスティニアンがその気持ちを代弁してくれていると思いますので、すみません、はい、次から気をつけます。はい、出たモーグリ族&ドラゴン族の蛮族クエストが追加されます。日野さん、モーグリ探しました、たくさん。え、 3.0 のクエストの時に、はい、探しました。世界中でモーグリに対してのイメージが下がってしまったそうですね、あれもう本当に大変でしたね結構ね、意地悪なところにねこういたりしてね、大変でした。で、今回さすがに FF のマスコットキャラなのにあのヘイトはないだろうということで、うん、少しでもですねモーグリの株を上げるためにドラゴンと人間と3つの種族の橋渡しをするというね、蛮族デイリーになってます。続いてです。 3.0 ドラバニア雲海の一部のサブクエストにおいて進行中に探索する対象の配置が変更されます。ほほう、探索する対象と書いてモーグリと読むってやつだよね、これね。こちらのこちらの方ですね。これせっかくだ、はい、こちらさん分かりやすくなるそうですね、なんだろう、こう今回実は蛮族デイリー、ええ、ドラゴン&モーグリ族やるのに、はい、サブクエストを終わらせてなきゃいけないんですよ。そうですよね、モーグリ関連の、まあ、それに合わせたわけじゃないんですけど、下にこちらドラバニア雲海の一部のクエストで進行中の、範囲表示がより具体的になりますってやつも同じですね、はい、これ変更前、おひどいよねこれね。これ変更前と変更後、これモーグリの位置変わってるわけじゃなくて同じところにいるんだけど、うん、こんなに広い円のさ、一番ギリギリ外周にいたりしたやつが、そうですね、より、はい、最初からそうしておけよっておっしゃる通りでございます。はい、はい、いろいろ調整されておりますのでもしまだ開けてない、やってないという方はですね、蛮族デイリーのためにですね、そうですね、はい、見つかりやすくなっているのではないかと思われますので、ぜひよろしくお願いします。我々はもうわしらの頃は大変じゃったっていう係です。そうですね、はい、そうなってりゃいいなはい、